はい、おはようございます、りょうじです。今日は、僕のねビートルを紹介しようと思います。実は最近ねすごく、ありがたいことにシートの問い合わせとか、内装関係、バイクシートのカスタムとかでちょこちょこ問い合わせが増えてきてて、一番多いのが実はビートルの問い合わせで、なんかこうりょうじさんのね丸さん何やってますかとか、エンジンどこで積みましたとか、あとなんだホイールね、リアホイールいろいろあれこれやった時のやつとかも、同じことやりたいとかっていう人の問い合わせが結構あって、協力してもらっているショップさんの名前出してもいいんですけど、まあ、中には YouTube とかねこういう公共のなんかこう SNS で名前を発信してほしくないお店もいるかもしれないんで、お店関係に関しては僕のところにメッセージくれれば、個別でお教えしますん で直接ショップさんに問い合わせてください。 YouTube の、ね、チャンネルに一応僕の丸さんの、カテゴリーあるんですけど、そこに全部ね今までのやつ全部載ってるんですけど、まあ今回ここで1回まとめて1本にしとくんで、それまあ見てもらえればおよそどんなことしてんだとか、どんなエンジン乗ってんだっていうのが分かるようにしておいて、まあ後で自分で見てもね記録として残ってれば、分かりやすいかなと思うんで、今日はちょっと僕のビートルで、申し訳ないですけど紹介しますんで、では、はい、でまずねインテリアからいきますか。もうね内装屋のくせにシート関係はもうドノーマルですね。シート関係もねノーマルですね。これはね丸さんの73年式のオンリーモデルのシートらしいんですけど、このオバキューシート、ショルダーがこうね丸っこくって頭がでかいみたいな、これももう基本的に程度がいいんで何にもいじくってないですね。でリアシートがこんなで、あこのねビトンのバッグは、工具入れになってます。工具だ、なんかベルトだ入ってて、これは嫁さんのねカビていらなくなったビトンですね。内装はね天井ももう綺麗なんでノーマル、何にもしてないで、サンバイザーがねちょっとこれノーマルなんだけど、もうザクザクなんでこれは交換かなと思ってますね。でこのミラーもこれ後付け、すごいでも見やすいんで、もうそのまんまにしてます。であとこういうのつけてますね僕、バイザーホルダー、なんていうんですかね、これ自体はね古いんですよ、40年代ぐらいのやつらしいんですけど、でここにねこれガソリンのキャップの鍵で、これヴィンテージのこれについてきた串使わねえ。このでも40年代ぐらいのこのマーブルとかのね、これ結構当時流行った材質で、これもまあアメリカの小銭がハマるんですけど、僕はまあ使ってないけど。で、バニティミラー付きの、ここがね、サングラスホルダーになってて。こんなんね、ヤフオクでね、3000円ぐらいだったかな。ここは何すかね、これは、シガレットケースかな。なんか地図入れたりとか。これ結構でも便利。こんな感じ。これもヴィンテージの鈴、魔除けの鈴。でカーペットは作りました、これ僕が。この材質自体はねホームセンターで安売りしてたカーペットで、まあこう縁をねこうかがって作ってます。他はノーマル、インテリアはね基本的にノーマル、リアもこんな感じで、最近気になってるのがこのドアパネル、ここがやっぱね水でしけってくるんでメコメコなんですよ。すっごい簡素なドアパネルにしちゃおうかなって今思ってるんですけど、やってないっていうね。で、パッと見ここら辺で違うのはステアリング、これが、モトリタのコースポークなんですけど、このウッドがここにね貼ってあるのが結構珍しくて、あとなんかこの紋章がさなんかちょっとヨーロピアンでかっこいいでしょ、結構高かったんですけど、ちょっと頑張って買っちゃいましたね。モトリタのコースポークで、直径は純正よりちょっとちっちゃいんですけど、まあグリップも太くなって、まあいい感じにこう重さが出ていい感じですね。あとはこれ
これが、タコメーターなんですけどね、ミニサイズ52パイかな。で、もともと丸さんはここがオプションだったかな。で、時計がはまるんですけど、そこにはまあ穴開けてスポッとはめて、まああんまこうね、オートメーターとかボンってつけるのが僕は好きじゃないんで、なんかこう、ちょっと大人の感じというか、光るとでもちょっとね、現行っぽいんですけど、まあしょうがないですね。で、あとはこれか、シフター、これがね、スキャットのストローク短いやつなんですけど、これがね、実は動画でも以前取り付けの動画紹介したんですけど、その時の動画を見て同じものを買った人が5人ぐらいいますね。市販品でまあおそらく一番短いストロークだと思います。すんごいカチカチ入るんで、すっごいおすすめ。シャキシャキね、走らせたい方にはすごいおすすめで、これのね、ここについてるこのノブ、これはビートルの純正なんですよ。あ、ちょっと今回っちゃったな。これね、65年式の純正シフトノブっていうことで一応買いました。これもね、安いですよ。2000円とか2500円とかで買えるんで、でも今僕としてはね、なんかここら辺のウッドと組み合わせたいんで、木のシフトノブにしようかなとかちょっと思ってます。でもすごくね、いい、コスパもいいですね。中古でヤフオクでね、1万円も出せば買えると思うんで、出ればね。うん、これなかなかおすすめシフターですね。だいたいみんなバーグのね、あの横の T バーのここにボタンついてるやつとかハーストとか多いですけど、これつけてる人あんま見たことないんですよね、僕は。こんな感じでインテリアはほぼ見るとこない。あと適当に何もやってないんですよね。あ、これはね、これバッテリーのキルスイッチですね。これは前の人がつけたみたいで、特に特質なんか何もしてないインテリアで、ね、あんま見せたことないんですけど、フロントのフード内まあなんてことないですね。で、一応この、タワーバーは僕追加しましたね。なんかあった方がシャキッとするよって買ったところの社長さんが言ってたんで、他は全部ほんとドノーマル。これもね、純正のなんかカバーになるけど、この辺はいずれ僕はね、一応カーペットとか敷いて綺麗にしようと思ってます。この下はね、スペアタイヤ、これがね、これ純正じゃないんだよな、多分な、なんか変なバンドで止まってるけど、まあ電動ポンプになってるからこれでいいかなって感じで、ね、すっごいシンプルで、ストラットのモデルの方がフロントフードの中の容量がでかいはずです。トーションバーじゃないからね、こう横にバネがいて、この辺の空間が広く取れてるんで、結構入りますよね、容量ね。はい、フロントフードはこんな感じで、ちなみにこのタワーバーは、これはあのフラットフォーさんのやつです。取り付け簡単。次がね、エンジン。もうね、何度もこの動画でも出てるんですけど、こんな感じで、排気量はね、2007cc。 まあスペックとしてはフラット4さんで、アッセンブリーで売ってる 2007cc とほぼ同等のエンジンで、で補給類がまあこれ48のイタリーの IDA ウェーバーダウンドラフト2機と、このね、配線マフラー、この組み合わせはかなり最強だってもう何度も言ってますけど、最強だと思います。で、太鼓がね、この横にくっつく、横に縦にね、くっつくんで、タイヤとのクリアランスが結構きついですね。もうギッチギチです、僕のやつは。で、買ってからね、この辺もディティールは変更してて、この辺とか赤かったんですけど、嫌で地味なやつにしたり、あとファンネルもね、これメッキだったんですけど、ブラストかけてメッキ落としましたね。点火系がこいつは一応こうなんか地味な見た目なんですけど、 MSD が入ってます。
ね、デスビーはこれノーマルなんだけど、 MSD の箱はあのこのファイアウォールの向こう側の、リアのダッシュトレイの下に入ってますね。こんな感じで、でオイルパンもね、ディープオイルパンが別で、くっつけられてて、オイルは 6.5 リッター入りますあとね、あ、そうそう、チューニングエンジンなんですけど、あのオリジナルのこのヒートエクスチェンジャーを1回割って、その中をパイソンマフラー通すっていうすごいめんどくさいことをしてもらったんで、ヒーターガンガンに効きますこの車は。なので冬場はねかなり快適ですよね。とこの辺、この前にオイル吹いた、オイルラインはね今んとこ完璧ですね。全然オイル漏れてない。多少ねオイルポンプのとこからもしかしたらちょっとにじんでんのが今タラタラしてるかなって感じで、まあちょっとねあの辺はもう一回やんないとダメかな。エンジンはこんな感じで、まあエンジンはね今後今すぐ何かやるってことはないと思うんですけど、なんか車検のタイミングとかでなんかもっと過激にしようかなとか今ちょっとにわかに考えてるんですけど、ね、妄想してるときは一番楽しいんでね今が一番楽しいっすね。とりあえずエンジンはねこんなで、あ、そう、あとこいつはね、あのミッションはノーマルなんですけど、クラッチがね強化クラッチ入ってます。なんで、1200とか1600とかね乗り慣れてる人が乗ると面食らうかもしれないですね。はい、続いて外装エクステリア、まあ、こんな感じで、もう何もしてないですパッと見はね、まあ丸さんって外装いじりにくいですよね。なんかね外装っていうか、やぼったいし、このやぼったさが最大の魅力だと思ってるんで、だからその辺はね残そうかなって思ってます。でまあ実用的なのはこの辺のキャリアね、これは後付けで僕が買ってからつけたんですけど、まあサーフボード積んだりね結構あるとやっぱ便利なんでね、外しちゃうとなんかねちょっと心細くなるというかで顔面のこれ、このねマーシャルのホグなんですけど、結構珍しいタイプらしくって、なんか買ったところのね社長さんの話だと、これ当時の柳瀬のオプションだったんじゃないかって言ってたんですけど、どうなんですかね。でもこの直径とこの薄さでこれ珍しいよってしょっちゅう言われます、いろんな人に。だからなんか、まあ、顔のブサイクさも隠すためにねちょっと外さないでおこうと思って。でこいつも前動画で紹介したこれライトカバーなんで、中のリムにね引っかかってるだけなんですけど、これも意外となんかいいアクセントになったな。夜走ってもそんなにね気にならないですね、暗さとかはね。こんな感じの顔で、でねこのゴム、これもね買ってから僕つけましたね。これついてなかった、リアもついてなかったんでこれつけました。でフロントホイールは純正の 4.5J、 オフセットは41とかかな確か。あとねこの間これつけたんすよこれバルブキャップ、この紋章入りのやつ、こういうの結構ねなんか上がりますよね。フロントはねローダウンキットが組んであってちょっと落ちてますと、あとねもっと落とすかもなとか思って、タイヤがめっちゃ細い135を僕今入れちゃってるんですけど、なんかね細いんすよ前から見ると。やっぱすげえ、ほらほら細くない、細いよね。まあいいっちゃいいんだけどな、ハンドルも軽くてちょっとな。なのでね、まあリアホイールを例のやつに変えたんで、今後ちょっとフロントは、検討してます。でこれが、例のホイールです。ねここから動画見た方には、説明しますと、こいつはこう見えてアルミホイールです。スチール、完全スチールっぽいんだけどアルミホイールで、
BMW の結構新しめの年式のやつの純正ホイールなんですよ。でね、すっごい軽い 15J じゃねえや、15インチの 6.5J でホイール単体で5キロジャストぐらいで、そのサイズだと結構ね、高額に軽いですね。しかもコスパもめっちゃいいから、下手なホイール買うよりもこれの方がいいんじゃないかなと思って買ったんですけど、まあビートルには当然ながらつかない、直接ね。なのでこの奥にあるドラム、これをブランクスって言って、この取り付けの穴が開いてないやつを海外から買いまして、それをこのホイールがつくようにね、この BCD の穴開け加工をしてもらって取り付けてます。で、取り付けの加工とドラムを取ってくれたお店は僕の知り合いの店なんですけど、もしかしたらね、 YouTube で名前出さない方がいいかもしれないんで、この店に関しては僕に直接メッセージなりください。あの、お教えするんで。でね、 6.5J つけると、まあ結構いい感じに、こうなんていうんですかね、まっすぐ感が出るんですけどね。やっぱね、ちょっと離れてみると、お、太っってなるんですよ。で、まあ PCD が120か、 BM120 で、ワイド 6.5J 15インチで、オフセットが42だったかな、でこんなはまり収まり具合で、タイヤサイズは今はピレリの P6000 なんですけど、195-65が入ってるんですよ。だからあのムッチムチ系のね、ワイドオーバルとか入れるとタイヤは出んじゃねえかなと思うんですよね。ちょっとね、バーンって。で、おそらく僕の車に入れると内側のこの CSP のマフラーに当たるから、あの辺のタイヤ入れるにはね、もうちょっとなんかいろいろやんないとダメかなって感じで、現状この状態でここ何の、接触もなくはまってるんで、このサイズまでは全然いけると思います。まあこんぐらいが一番なんか当たり障りなくていいのかなとも思うんですけどね。まあやや普通感がありますね。だからこれに合わせてフロントを今後どうしようかなって今思って、まあ同じことしてね、ドラムを後ろと同じピッチで開けたやつ使ってフロントにあのホイール履くかっていうのなんですけど、多分ね、フロントははみ出る気がするんですよね。ぶつかるしね、おそらく内側にね、このストラットなんでバネがいるから、あいつにね、タイヤが当たる可能性大いにある。今ですら指2本は入んないかな、この状態でね、こう入んないぐらいのクリアランスだから結構厳しいので、もしはめるとなるとホイール割るかみたいなね、結構ヘビーな加工になっちゃうから、どうなんすかねって感じなんですけど、ほんと外装何にもしてないんですよね。まあマッドフラップつけたぐらいでドノーマルなんで、マルサンはでもドノーマルがいいよな、マルサン02はなって思うんですけど、どうですかね。あとポイントはね、このステッカーかな、このホット VW マガジンをパロった当店オリジナルステッカー、これそのうちね、あの復活して販売しようかなとは思ってるんですけど、欲しい人いますかね。そんな感じで、まあ、今後は特にね、今すぐどうこうしようって思ってるのはないんですけど、まあ、強いて言うとやっぱりね、シートですね。この間の動画でも見せましたけど、ポルシェのね、 ST タイプのシートを今うちでは、作って販売し始めたとこなんですけど、まだまあつけて走ってる人がいないので、オーダーはね、何客かいただいて作ってるんですけど、実際やっぱり自分で乗ってみたいので、まあキンキンでやるとしたらシート、 ST シート取り付けて実際ちょっと乗ってみるって感じですね。で、取り付け方法とか、そういうのね、また動画で撮りたいなとは思ってます。まあそんな感じで
手前味噌でね恐縮でしたが、僕のビートルの紹介でした。なんかもしね質問あったらまたメッセージください。では